よーい。やっと晴れたよ。今ね、3月の8日なんだけど、対馬はね、2月はずっとずっと雨で、こんないい天気全然なくて、今年はね、私この伊豆原の街中を歩いてみようかなと思ってるんだけど、そのための天気のいい日が全然なくって、先月もやもやしてたんだけど、今日はねすごいすごい晴れてる。うん、ちょっと暖かいしね。だから、今からしばらくちょっと街歩きしてみようかなと思うシリーズで、今日は1回目伊豆原港に来てます。懐かしいかなこれ、みんなどうかな。もうすぐね、フェリーが到着する時間なんだけど、もうあったかいし、うずうずしてるからフェリーを待たずに伊豆原の中心地の方に行こうかなと思ってる。ゴールはね、そうだな、ふれあいどころ対馬っていうね、観光案内所があるんだけど、そこに向かって歩いていこうかな。で、途中気になるところがあったら寄ってみようと思う。それじゃあ行ってきます。フェリーの到着直前はこうやって物資を運ぶためのトラックがいっぱい並ぶんだね。全然なんか見てなかったけど、みんな毎日仕事してるんだねって当たり前かここね、伊豆原港の国際ターミナルの2階から撮ってるの。だからこんなに景色がいいんだよね。こうやってね、こうやってこっちのね階段で下に降りれるんだけど、こっちは何だろう、あ、ここから中に入れる。2階から入れるね。なるほど。ここの方が良かったやん、オープニングここの方が良かったかもしれん。あの先のね、あのタラップっていうか、あそこからね船が降りるの。あ、待てイカゴーランドが回ってる。イカゴーランド、あれちょっとこれズームしてー、ほらイカゴーランドが、イカゴーランドがほら回ってるよ。イカさんがあそこまで歩いてもいいかもね。すごいすごい。よし、ズーム元に戻します。イカゴーランドが今日も元気に回ってます。展望デッキって言うんだねこれね。展望デッキで、なんかいい感じでしょ。まだ新しいよ、国内ターミナル。
てる。これはね、日本人のね、お客さんをお迎えするための観光バスだね。あ、違う、日本人じゃなかった、これ韓国人だ。へえー、そうなんだ。へえー、韓国のお客さん、伊豆原港を使うんだね。そうなんだ、知らんかった。あら、知り合いの運転手さんがある。お疲れ様です。今日はね、 YouTube を撮り寄るよ。行ってきます。お仕事でね、一緒になる運転、バスの運転手さん。さあ、行ってきますよ。街中に入りますよ。なかなか生活してると歩くことってないよね。なんかここむき出しなんだね、岩が。ここは工事中。何のための道路かな。あ、対馬へ来んの。対馬へ来んねって書いてある。これ何屋さん？これ何屋さん？ロッカーサービス、Wi-Fi、インフォメーション、コーヒーって書いてある。なんだろう。それでね、今年の春、新しく開業する国際ターミナルがおそらくもう完成してると思うんだよね。工事終わってるっぽいよね。ここにね、韓国の釜山から船が着くんだよ。北葛港みたいな感じの港、伊豆原港国際ターミナル。まだ入れないと思うけど、見れないよね。あ、見れないね、まだ。あの奥の建物も国際ターミナルの一部なんだ。あ、乗船口ってことかな。あ、だからあの金網でこうなんかこう仕切ってあるね。ハングルの看板がいっぱい。なんて書いてあるんだろう。クラ、オレンジハウス。ハゲてるのもある、この字がね。ハングルでさえも読めない。あの岩、あの正面の岩、伊豆原出身の人はわかるよね、これ。
たてがみ岩。ものすごい大きな岩なの。でこの橋の上じゃなくって通してくれる。ありがとうございます。皆さん橋の上じゃなくってね、このこっち側の道路から、道路っていうかこのまっすぐ坂道登らない方の右の道から行くんだよね。あ、下に向いちゃった。これね、レンタカーだよ。結構伊豆原湖を利用する人はここでレンタカー、バジェットレンタカー借りるみたい。あ、そうだ、イカ。最後のイカかな、これ。イカがちょっと遠くなっちゃったな、回るイカが。こっちから行くと、まあいいや。春日和であったか。あ、突然大きな石碑がある。若槻長蔵長三郎、何の日かな、修山書、何だろうこれ、後で調べよう。へえ、謎のものはいっぱいあるよね。あ、これね、ここね、あの橋の下の海がね、結構面白いんだよね、ここ。昔なんかここにチャポンとかって石を落として遊んだことがある。やっぱ透明度があって綺麗。ね。伊豆原湖だよ。対馬最大の伊豆原湖。もう全然綺麗だよね。水がまだ透明で綺麗。今も健在です。今も。皆さんご視聴ありがとうございました。そしていつも対馬チャンネルを応援していただきましてありがとうございます。めでたくこのチャンネルも YouTube に認められまして、メンバーシップを始めることができるようになりました。いろんな特典をご用意して、参加していただいた方に恩返しができるような内容にしていけたらと思っておりますので、興味がある方はぜひ概要欄から説明動画を見ていただき、ご参加よろしくお願いいたします。最後にいつもチャンネルを見ていただいてありがとうございます。みんなの応援でこの対馬チャンネルの運営ができております。ありがとうございます。じゃあのー。